お久しぶりです。まあ当たり前なんですけど、一人でいるとやっぱずっと妻のことを考えたりするんですよね。まあその楽しかったもう昔のこととか、まああとはあれですかね、後悔してることとか、まあいろいろ考えるんですけど、これご主人様も大きくなった時に俺にお母さんってどんな人やったのとか聞いてくるんだろうなと思って、そういうの考えてたら、そういえば妻のことを話したことなかったなと思って、彼女とは人づてに知り合ったんですけど、僕の第一印象はね、めっちゃ美人の華やかな人やなって感じでしたね。なんていうか、あ、なんか住む世界が違うんやろうなとは思いましたね。なんか華やかで綺麗で、で連絡先をね交換したんですけど、お互い確かね連絡しなかったんですよね。もう8年も前のことなんでね、一番最初のきっかけが何だったのかちょっと思い出せないんですけれども、ちょっと経ってから LINE のやり取りが始まったんですよね。でもその LINE のやり取りっていうのが、ほんと多分なんか変なやり取りばっかしてて、例えばなんかかっこいい盆栽の画像をお互いひたすらに送り合うみたいな、俺が盆栽の写真を載っけたら向こうがよりかっこいい盆栽の写真を送ってきたりとか、あとは金曜ロードショーでもののけ姫がやってた時に、向こうが何を送ってももううなり声と奇声しか返してこなかったことがあって、後から聞いたらたたり神のモノマネをしよったらしいんですけどね、僕もねもう黙れ小僧しかもう送れなくて、だからずっとうなり声と黙れ小僧のやりとりがずっと続いてるとか、あとは芸能人に口説かれたいっていう話から、僕がね確か LINE のアイコンを松潤にして、名前も松本潤にして、松潤になりきりながら口説いてたことがありますね。だからおはようとかお休みとか何してるとか、そういう単語は一切出てこなかったですね、彼女とのやりとりの中で。そんなやりとりが多分1ヶ月弱ぐらい続いて、だからもうお互い会おうとか飯行こうとかも一切なく、ただ僕はなんか綺麗なのに変なやつって思ってて、多分向こうからしたらね、テンパの変なやつって思ってたんでしょうけどね。もう本当にわけのわからないやりとりがずーっと続いて、で、ある日、僕がね、新宿で仕事をしていたんですけれども、その日が12時までで仕事を切り上げることになってて、なのでその LINE の流れで、あ、今日は俺12時で仕事終わりや、やったみたいなことを送ったら、向こうから速攻で、お、やったやん、みたいな。じゃあ、盆栽買いに行こうよ、みたいな、LINE が来て。で、僕もいつものノリで、ほんと何も考えずに、わかった。じゃあ、13時に8校前ね、って送ったんですよ。そしたら、すぐ、了解、今から準備して向かうっていうのが返ってきて。ほんで、俺、ちょっとそれを見てフリーズして、え、それガチで言ってるって送ったら、うん、ガチだよ、みたいな。もう向かうね、渋谷、って返ってきて、ええー、ってなって、え、こんな急に会うことになるのって。いや、俺その時短パンと T シャツっていうなんかワンパクボーイみたいな格好してて、いや、この格好であの美人と会うのかって、一人でちょっと会社でテンパってて、でももう向かってるなら行くしかないなと思って渋谷のハチ公行ったんですよね。そしたらそこに現れた彼女が、そのキャップかぶって T シャツ着てスキニー履いて、ほんでコンバース履いてリュック背負ってるみたいな格好で来て、ほんで、あ、え、なんかもう意外すぎて、あ、そういう格好もするんだこの人って思って、そうです、そこでね結構印象が変わって、でそのまま二人で確かね渋谷のコンビニでお酒を買って代々木公園まで歩いて、で夕暮れまでフリスビーするっていうのをしてましたね。ずっとフリスビーを汗だくになりながらお互い投げてて、10回ラリーが続くまで帰れませんみたいなルールで
ずっとやってて、で、あ、なんか、すごい、この人がそういうことをするような感じに思えなかったんで、なんかね、新鮮で、あと、すごい楽しかったんですよね。波長が合うってなんかあるじゃないですか。なんか、波長がすごくあって、めちゃくちゃ楽しかったんですよね。で、その日から、まあ、距離が縮まって、よく遊ぶようになったんですよね。あと、歌声がめちゃくちゃ綺麗でしたね。僕多分人生であんなに歌声綺麗な女性と会ったことはないですね。なんか遊んでる時にカラオケ行こうって話になって、まあ、僕も自分で言うのはなんですけど、多分人よりもちょびっとだけあのカラオケが得意で、だからちょっとね、綺麗に歌っていいとこ見せつけてやろうと思ってたんですけどね。もう逆でしたね。その彼女の歌声にちょっと聞き惚れてしまって、もうカッコつけるはずがもうカッコつけられてしまうみたいな。すごいね、歌がね、綺麗でしたね、歌声。ほんで声帯って遺伝するみたいですね、声帯の形が。だから、もしご主人様が妻の声帯を遺伝してたら、いやー、すごいね、歌が上手な男になりそうですね。いやー、聞きたいですね、早く、ご主人様の歌声を。あとは料理も美味しかったですね。僕がね、知っての通り料理できないんでね。まあ、いろいろ作ってもらってね、食べてましたよ。本当に美味しかった、あれは。あとは、芯とかもありましたね。芯が通ってましたね。なんか僕とかがね、結構ふにゃふにゃでね、昨日言うてたことがもう次の日違うみたいな性格なんで、なかなか結構諭されることもありましたね。あれも九州の女性って感じですね。なんか芯の通った感じ。まあ喧嘩もしましたけど、やっぱり圧倒的に楽しい時間の方が多かったですね。一緒に行ってやっぱ楽しい時がね、もうめちゃくちゃ多かったですね。まあだからずっと一緒にいたっていうのはあるんですけれどもね。で、これ、あれですね、もう7分か。これは時間足りないですね、これ。ダメだ。これはね、ちょっと時間足りないんでね、このぐらいですかね。なんで、妻は料理ができて、歌がめちゃくちゃうまくて、芯の通った面白い美人でしたね。そういえばね、まためいからご主人様の動画送られてきて、なのでこれね、ちょっと見てください。めっちゃ可愛いですよ、これ。ほんまに可愛い。